これは14日、デンマークの保健当局が開いた会見の様子です保健当局のトップの男性がアストラゼネカ社の新型コロナワクチンについて使用中止を発表していたその時横で聞いていた医薬品庁局長の女性が突然倒れました男性は驚いた仕草を見せつつも女性の足を上げ素早い応急処置を施しますその間にあってか 女性はその後、自らの足で部屋を後にし万全を期すため病院で検査を受けたということです。デンマークの保健当局はアストラゼネカ社の新型コロナワクチンの使用を中止した理由について接種後に血栓ができる可能性が予想よりも高いことが調査で判明し副反応のリスクが実際にあると判断したなどと説明しています。